男子 100m 決勝です。日本記録は9秒95、大会記録は10秒03です。それでは出場選手を紹介します。1レーン武田一平君、鈴木。2レーン真太郎健二君、城西大学。3レーン酒井雄一郎君、大阪ガス。4レーン鈴木亮太君、城西大学。5レーン桐生義秀君、日本生命。6レーン桑原拓也君、関西学院大学。7レーン梶川壮太君、立命館大学。8レーン矢橋弘明君、リアティン。以上8名で男子 100m 決勝。2着、酒井君、大阪ガス、10秒24。3着、鈴木君、城西大学、10秒31。4着、矢橋君、ギアティン、10秒33。5着、桑原君、関西学院大学、10秒36。6着、武田君、鈴木、10秒42。7着、真太郎君、城西大学、10秒44。8着梶川君、立命館大学、10秒50。さあ、ただいまのレースのリプレイ。前半出たのは2レーン大阪ガスの酒井君、そして中盤からは5レーン日本生命の桐生君が1着でフィニッシュ。男子 100m 決勝の結果が確定いたしました。風はありませんでした。入賞した皆さん、そして優勝した日本生命桐生君、おめでとうございます。さあ、ということで優勝者インタビュー、澤さんお願いいたします。悔しい思いもたくさんされたと思いますが、どのように乗り越えて今日のレースを迎えられ
られましたか？そうですね、やっぱりそれこそ応援、たくさんの応援の言葉をいただいて、今回この 50m で、スプリント50チャレンジという新たな取り組みを本当にいろんな方々が手伝っていただいて、そして、今回この 100m 決勝、また有観客であったり、たくさんのお客さんが見に来ていただいたので、これはもうでもここの大会で負けるわけにいかないなと思います。ここ9.98 スタジアム、ご自身の記録によって名付けられたここの時の走りはいかがでしたか？そうですね、スタート前に高平さんが、タイムがいろいろ言われてた時に、今回これで盛り上がってるのかなっていうのちょっと不安なんですけど、それでもまた来年だったり再来年だったり呼んでいただけるなら、しっかりここの地で走りたいと思います。この大会そうですね、やっぱり本当に生の声、応援の声っていうのは、お客さんの後近いですし、すごい温かく感じる福井県なので、いつもここに来るときは本当に楽しみですし、外見に出たとき今回声出せないですけど、たくさんの拍手が生まれるようなレースをしたいなと思ったので、それがどうなったかは、レース終わってからレース見なきゃ分からないですけど、また呼んでください。レース前もすごく盛り上がっていました。高平さんの言葉もありましたが、ちょっと緊張したりはしなかったですか？いや、ここのもうレースは楽しもうと思いましたし、ラジオ聞いてます。なんていうんでしょうね、高平さんが別にここじゃなくてもいろいろおっしゃっていただけるので、試合ご覧になってどうでした？あ、でも今生で乗ってるわけじゃないんで、本当にここに今来ている福井県の方々、桐生選手たちが応援していたと思います。メッセージをいただけないでしょうか？はい、何がまずは気にしてください。ありがとうございました。さらに盛り上がるような走りを期待したいと思います。ありがとうございます。今シーズンは今日が最後の試レースということですが、来シーズンに向けた目標を最後に生かしてください。はい、とりあえず休みます。あまり休めてないです。一回休みから練習を始めたいと思います。ありがとうございます。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。